逆さ川ダムは、栃木県に光市、し、利根川水系逆さ川に建設されたダム。高さ18.2メートルのアースダムで、東京電力、リニューアブルパワーの発電用ダムである。同社の発電用ダム、黒部ダムで取り入れた水を一時的に蓄え、同社の水力発電所、絹川発電所へ送水し、最大12万7000キロワットの電力を発生する。 1911年、絹川水力電気は、絹川温泉街付近で下田発電所の建設に着手した。黒部ダム、逆さ川ダムという2機のダムを伴うものであり、前者は水不足への備えとして、後者は出力調整用としての目的を有している。逆さ川ダムは、川上温泉街付近で絹川へ合流する逆さ川の上流に建設された、発電用アースダムである。 日本の発電用アースダムとしては、東京電灯八津沢発電所の大野ダムが初見であり、逆さ川ダムはこれに続く二例目となるものであった。内部にコンクリート製のコアを持っている。一方の黒部ダムは、川路温泉から絹川を上流へとたどった先の黒部地点に建設された日本の発電用ダムとしては初のコンクリートダムである。 下崎発電所の建設工事は1912年12月に竣工し、1913年1月から東京市電機局への送電を開始した。戦後は東京電力が継承し、再開発によって下崎発電所は名称を絹川発電所へと改め再出発した。2020年4月、東京電力ホールディングスから子会社の東京電力、 リニューアブルパワーに移管された。逆さ川ダムは、川路温泉付近で絹川へ合流する逆さ川の上流に位置する。絹川温泉街から国道121号を北へと進むと、川路温泉の手前で、栃木県道23号川又温泉川寺線が分岐している。この辺りから逆さ川に沿って上流へと伸びる道がある。黒部ダムから送水された水は、 逆さ川ダムの左岸に流入している。黒部ダムからの水路は2ルートあり、それぞれ異なる軌跡をたどって、逆さ川ダムに注ぐ。水は一時的に蓄えられた後、右岸の取水口から流出し、絹川発電所に至る。ありがとうございます。